皆さんこんにちは、ピンストールハザルです。藤尾です。よろしくお願いします。今日はね、一つ企画をお見せしたいなと思ってたんやけど、はい、夏場、今年この猛暑、外で撮影してたんですけど、カメラが熱にやられて、はい、オープニングが全く撮れてなかった、はいはい、この企画の、はい、お釈迦にしてもよかったんやけど、この企画自体。ただちょっとうちのデブが頑張ったんです。あ、頑張った。オクラにするのはちょっと忍びなくて。あ、岩石ロックに対してね。そうそうそう。で、ちょっとオープニングはこういう感じで説明させてもらって、その後本編に入ろうかな。あ、はいはいはい、はい、いいと思うんですよ。で、それにあたってちょっとデブの今の体重を撮ってきたんで、はい、映像で、はい、見てほしい。あ、見ます見ます。はい、はい、じゃあ体重測っていきましょう。すげえ、130.8キロ。やば、はい、このようにね、うちのデブは企画があって、やってきたことといえばこの猛暑ですよ。言うてみて、外出たら気温38度やけど、下に立ってると大体体感温度って上がるから40何度になるわけ、はい、軽いサウナに入ってると思うということで、デブを2時間炎天下に放置して何キロ減るのかっていうのをやってきました。大丈夫、ちゃんとアクエイとか持たせた。あ、まあ、それは熱中症対策は動画では最初に説明入るけど、ちゃんとやってますから。あ、大丈夫です、はい、で、じゃあ何キロ痩せたのか、はい、ご覧ください。はい、どうぞどうぞ。でね、今夏場ものすごく暑い、熱中症とかね、いろいろ言われてるんで、ね、その辺ね、万全のね、備えでちゃんとここに氷水用意してあります。で、危な暑いなと思ったら、もう迷わずこうタオル、濡れタオル、これで冷やして首元当てたりして、うん、熱中症対策というのはしっかり行っていきたいと思います。この万全の体制を我々は行いますけども、皆さんは真似しないようにということで、今から検証の方をスタートしていきたいと思います。ということでね、今から2時間スタートしていきたいと思いますね。どうですか、この炎天下。暑いです。汗の具合はどうですか。ちょっと出てきたかなぐらいですね。ああ、そんなに出てる感じは今ないと。そうですね、まだあんまり汗だくっていう感じでは。ああ、なるほどなるほど。僕はもうすでに、ギトギトです。戦いもんね。キャッチャーっぽいな。どうですか、汗の具合は。汗だくです。汗だくです。約30分経過しました。30分経過しましたが、どうですか、汗の具合はどうですか。汗が垂れてきてますね。なるほど。ちなみに何キロぐらい減ると思います。2キロぐらい。2キロ、夢のような減量ですね。誤差かな。僕にとってそこまでいくと、アスレチックに来たんですけどね、やっぱ暑いからか人っ子一人いないっていうね。危ない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 。いや、ショートカットしすぎやろ。ちょっと休む。体調の方はどうですか。しんどいっす。
汗の具合は。もうびちゃびちゃです。びちゃびちゃ頑張りましょう。はい。これで顔拭きな。顔とあの首筋。あ、気持ちいい。一回あるっしょ。うわ、で。はい、今ちょうど1時間経過しました。半分です。1時間が経過しましたがどうですか。濡れたタオルめっちゃ気持ちいい。こう外に出るのは何日ぶりぐらいですか。ちょうど1週間ぶりです。もっと外出ましょう。あと1時間頑張ってください。はい。いや、暑いね。どうなの関月さん。何が悲しいってこんな暑い中歩かなあかんねん。企画やから。そういう企画やから。はい、残り30分を切りました。残り30分となりましたがどうですか。しんどいっす。汗は、まあ、汗びっちょびちょで、もうなんか頭ボーっとするし。なるほど、危険な状態と。熱中症かなみたいな。あと30分頑張りましょう。はい。残すところあと15分となりましたけど、ありがとうございます。あと5秒。2、1。2時間経ちました。終わりました。どうですか。もう汗だくなんですけど、とりあえずこれでいくら減ってるのか、はい、ちょっと期待して測ってみたいと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、戻ってまいりました。はい、2時間ね、炎天下の中耐え切りました。フラフラになりながら。はい、ではその2時間でどんだけ体重減ったのか、じゃあこれから結果測っていきたいと思います。はい。はい、じゃあ乗ってください。お128.8。 減りましたね。減りましたね。やりましたよ。はい、ということでね、はい、結果体重2キロ減。2キロで、まあ簡単に言うと2リットル汗出たっていうね。そうですね、みたいな話なんですけど、まあこれで分かったように、デブは外にいるだけで体重が減る。はい、ということで世の中のデブの方、家にばっかりいないで、夏は外に出て体重をね少しでも落としていただけたらなというふうに思います。ただね、やっぱりねちょっと本当に今日暑かったんで、熱中症はね、そう、熱中症には、十分にご注意ください、うん、ということで、今回の検証は以上になります。またね、次の動画お楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。